どうもこんにちは、三つ星トリップで す。今日はイキトスのアマゾンツアー3日目です。また朝早く起きてサンライズを見に来ています。おおすごい、あ近い、あめっちゃいる、本当に多分なんか10頭くらいいそうだね。ほらいたいたいた、おおめちゃくちゃ、ほらあそこも2頭一緒に泳いでる、すごい。ピラニアフィッシング中です。今日もなかなか釣れません。私はすごいね、食いつくのに引くのが下手くそで釣れないし、大輔は藻ばっかり釣ってます。今回俺たちが行ってる川はタワヨリバーって言って、そっちは黒いらしいよね。うん、これが黒いタワヨリバー、奥がコーヒー牛乳みたいな色です。これが川沿いの人たちが米を育てる方法らしいんですけど、マジで乾いて出てきた土地にただ米をまいてるだけっていう、あとは水まきもしなくても3ヶ月経ったら育つらしいです。これがピラニアだ。思ったよりか顎は出てないな。歯どう？歯ね、すごいトゲトゲしてる。噛まれたら痛そうだね。痛そう痛そう。ここがバレンティンの町です。なんか意外とちゃんとした建物あるよね。今からシャワーを浴びに行きます。3日ぶりのシャワーだね。超汗かいてたのに。シャワーもジャングルかな。ここがシャワーらしいです。黄色いけど水は綺麗ね。透明度が高い。ペスカだ。シーシー、川で泳ぐ気分な感じでシャワーを浴びて、まあ多分シャンプーとか石鹸は使えないけど、うん、流すって感じで。じゃあ私ここがお風呂に入りたいと思います。露天風呂じゃん、露天風呂。もう冷たい。冷たいんだ。冷たいけど気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。あ、ほんと。じゃあここで浴びますか。すっきりしますか。3日目の朝ごはんです。なんとピラニアのトマト煮です。すごいね。うちらは初めてのピラニアです。そんなピラニアの食べ方あるんだけど、思ってたよりおしゃれね。じゃあピラニアいただきます。おーい。ん？あ、おいしい。おいしい。うん、かなりソフトな感じ。しかもあ、柔らかいんだ。臭みもない。うーん、あ、全然おいしいな。午後のウォーキングツアーに来ています。ハイメっていう1日目に泊めてくれたお家のこの川沿いに住んでいる人がジャングルの中を案内してくれてます。実は絶対見れるに等しい猿とかすら私たちは今見れてないので、それを見れたらいいな、あと怠け者が見れたらいいなみたいな感じで参加してます。こっちのすごくジャングルみたいな道に入ってきます。ここからが勝負だね。ね、かなりジャングルっぽくなってきたね。テレソソ？怠け者かと思ったけど鳥だったみたい。おお、出てきた出てきた。舐めてみよう。うん、舐めてみて。どう？甘くない？ああ、ミルクみたい、本当に。なんかミルクみたいな味するよね。どちらかといったら生クリームみたい。ああ、こんな感じ。へえ。めっちゃ甘いよ。すごい。おお、ドゥルセ。おお、インテレサンテ。リコ。野生のパイナップルを発見しました。このパイナップルは猿が食べちゃったらしい。本当はいるのに、なんでいないの？青い。お、柔らかいんだ。なんかチョークみたい。面白いね。ちゃんと描けてる。
これが村の一般的なお家です。ここがダイニング兼キッチンです。ガスも水道も通ってないので火を起こすのと、あとは水も汲んできたのを飲んでます。これに1日というか3日くらい火をつけて炭を作るみたいです。すごい木の量、ピラミッドみたい。3日目の夜ご飯、ジェフェリンの特製のポヨサルタードです。うまそう。美味しそうだね。ボリュームたっぷりです。それではいただきます。子供たちがみんなニコニコで可愛い。この後ご飯を食べてナイトジャングル最終日に行ってこようと思います。カイマンカイマン。今ナイトウォーキング中です。ジャングルの中を歩いてます。で、今バナナの木にタランチュラがいるのが見えたので捕獲しようとガイドさんが探索中です。本当にいたね。ね、くっついてたよね、ちゃんとバナナの木。結構足とかはっきり見えた。ね、毛っぽい太い感じだった。今ここに目が光るちっちゃなクマみたいなやつがいたんだけど、その時にガイドさんはヘビを見つけてて、ね、デンジャラスって言ってたから、その動物が危ないのかと思ってめっちゃ警戒したよね。なんかワクワクするね、やっぱり。特にめちゃくちゃ十字架がいっぱいあって、インディアンの人たちのお墓らしい。怖いね。さっき歩いてきたのがブラックシャーマンの家の前っていうんで、ガイドさんに絶対に喋るなって、静かにしろって言われて通り過ぎたから。で、何してるんだろうね。怖いよね。闇のシャーマンってことでしょ。怖いね。この辺カイモン。カイモン、カイモン。突然何かと思った。これヘビかと思った最初。ね。おお、出てきた。昨日よりでかい。わあ。カイマン。カイマン。わあ、すごい。今日のカイマンは昨日よりかちょっと大きいです。それでも子供で結構可愛い。ね。こんなだよ。見えるか。ね。口が開かないよ、でも。おとなしいみたい。ね。でもすごいね、怖くないの持って。あんま怖くない。昨日は怖かったけど。で、昨日見たちっちゃなカイマンはブラックカイマンで、今回のはホワイトカイマンらしいです。で、今回の結構おとなしいなって思ってたら、やっぱり昨日の方がアグレッシブなブラックカイマンだったらしい。差を感じた、ちゃんと。でもこんなにちっちゃくてもちゃんとさ、柄がワニって感じだよね。この辺とかすごい硬いもんね。尻尾硬いね。恐竜を感じるわ、なんか。すごい、うん、野生なのをこうやって持てるなんて。よかったね、見つかってね。イエーイ。ぐわー。今ナイトツアーから戻ってきました。で、今日はジャングルの中で1日夜を過ごすっていうキャンプの予定になっている日だったんですけど、なんとインディアンのお家に泊めていただけることになりました。ここの集落は16ファミリーがいて、だいたい80人ぐらいで暮らしてるらしいんですけど、もうこの中の人だけで結婚して生活してるらしいです。ほら、両サイドにいる方がインディアンの方たちです。結構見た目は普通だけど、血族的には完全にインディアンらしいです。すごい、インディアンの人の家に泊めてもらえると思わなかった。インディアンドリーム、インディアンドリーム。ハウケナイセサルーサルーインインディアン。ピッカリミピピカリ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 キニホピカリキニホ。どうですか？いや、ものすごい熱い。アルコールがすっごい強い。へえ。で、神社なんか消し飛ぶぐらいほぼアルコールなじしてフォルテンイズノーマル。面白いね。面白い、すごいね。これででも健康を維持してるというか、うん、エナジーみたいなのを高めてる。 This is very good for COVID now. あー、yeah. He said here no die, no die for COVID. Not, not bad. Is there any case?
ね、面白いね。あそこに怠け者いました。次回はいよいよアマゾンツアー最終日の4日目、なんとラストチャンスで念願の怠け者を発見、しかもその手の中には赤ちゃんまで。可愛い怠け者親子の姿に癒されること間違いなし。アマゾンまで来て本当に良かった。いいね、あなた可愛い、ありがとう。